バージニア工科大学、バージニアテックの略称でも知られる。現在では、総合大学になっているが、モリルランドグラント法に基づき理系のランドグラント大学として創立された歴史のため、工学、建築、獣医学等の分野における業績で特に評価が高。東海岸にある理系の名門校の一つである。陸海空軍の ROTC、 予備役昇工訓練課程が設置されており、軍との関係も密接で全米で6校しかない上級軍事大学の指定を受けている。その関係上、卒業生の就職先で最も割合が高いのが、米軍であり、その他軍需産業との研究、人材のつながりも密接である。バージニア州では3番目に大きい大学であり、225の学部課程と、修士、 博士課程を要し、その生徒数は3万600人にも上る。また、学部、院を合わせて、バージニア州で最も多い5億1300万度にも上る研究費を計上している。1872年、バージニア州は、モリルランドグラント法の基金で購入された、モントゴメリー軍の小さなメソジストの学校施設に、バージニア農業機械大学を軍学校として、 設立した。1891年から1907年に学長を務めたジョン・ M マック・ブライドの時代に大学は四年生となり、1896年には公明をバージニア農業機械工科大学に改めた。大学はこの改名後すぐに一般にはバージニア工科大学と呼ばれるようになったが、正式にこの名称となったのは1944年の ことであった。1923年には、士官候補生団を統合し、女子部とした。1962年から1974年に、学長を務めたティー・マーシャル・ハームは、様々な改革を行った。バージニア州では、男女分離が解消されメインキャンパスへの女子学生の入学が人られるようになっていたため、1964年には、女子部。 旧ラドフォード州立市販大学を分離し、これによってラドフォード大学が成立した。1966年には士官候補生団への参加義務を撤廃した。1973年には全米で初めて女子学生の士官候補生団への参加が認められた。ハーンはまた総合大学に成長したことに合わせて公明を バージニア州立大学に変更しようとしたが失敗し、妥協の結果、大学は1970年にバージニア高果、州立大学に改名した。1990年代に入ると、バージニアテックという名称の使用が、式に認められ、大学の書類の多くで用いられるようになった。ただし、卒業証書などでは、正式名称が使用される。同様に、略称としても VPI や、 VPI&SU よりも VT の方がはるかに一般的になり、スポーツのユニフォームや大学のドメインネームにも使われるようになった。バージニア工科大学には以下の7つの学部がある。また、上記の学部以外に以下の研究、教育機関を有する。バージニア工科大学のキャンパスはバージニア州ブラックスバーグにある。キャンパスの中心部は 北西でプライセスフォークロード、プライセス,スフォークロード、西でプランテーションドライブ、プランテーションドライブ、東でメインストリート、メインストリート、南で国道465バイパスで区切られているが、キャンパスはその外部にも数千エーカーにわたって広がっている。また、ブラックスバーグの他に、ハンプトンローズ、バージニアビーチ、首都地区、バージニア州、フォールズチャーチアレクサンドリア、 リッチモンド、ロアノーク、南西バージニア高等教育センター、アビンドンに支部キャンパスがある。ブラックスバーグキャンパスはドリルフィールドと呼ばれる超円形の広場を多くの建物が取り囲んで形成されている。ブラックスバーグキャンパスでは多くの建物にホーキーストーンという石材が建築材料として使われている。ホーキーストーンは灰色、茶色、黒、ピンク、 オレンジ、赤茶色といった様々な色の混じった石灰岩で区配石を含むことがある。バージニア南西部テネシー州アラバマ州の採石場で採掘されるが、そのうちの一つは1950年代以降、大学によって創業されている。バージニア工科大学は2007年のプリンストンデビューでベストキャンパスフードの第一位に輝いた。大学内には7カ所に、 食堂施設群があり、au ボンペイン、スバー、チックフィル、a、ピザハット、シナボン等が入っている。バージニア工科大学が2003年11月2100台のデュアルプロセッサ搭載パワーマック G5 を導入し、2200機のパワー PCG5 プロセッサをクラスター化して構築した相性ビッグマックは当時世界で3番目に早いスーパーコンピュータであった。 かかったコストの低さは、特筆に値し、従来の最速といわれるスパコン構築には1億から2.5億ドルのコストがかかると言われているが、同台が構築したシステムは520万ドルのコストだったという。試験運用時に、ビッグマックシステムは8.1とフラップス、理論値は16.8とフラップスを記録し、あとに10.28とフラップスを記録した。 2004年にシステムを再構築し、最大12.25とフラップスを計測した。この際、ベイアップルは、オーダーメイドの2、3 g ツエ x スサーブ G5 クラスターモデルを特別に提供しており、当時、市販されていたのは2 0ヘルツまで、1150台への増強も伴い少なからず速度向上に貢献している。なお、 バージニア工科大学はこのシステム再構築に60万ドルかかったとしている。2008年11月には325台の Mac Pro と世界初の QDR インフィノバンドを利用した低コスト、省電力なを構築し22.8とフラップスを記録、省電力における HPC の研究に利用している。バージニア工科大学は 1984年に、公立機関として、初めて工学部の学生に、パソコンの所有を義務付けた学校であり、2006年からは、工学部の新入生に、タブレット PC の所有を義務付けている。バージニア工科大学、バージニアテックは、NCAA のディビジョン I で、以下の18、ディビジョン IA のアメリカンフットボールを含むの競技に、参加している。 バージニア工科大学が参加する18の競技のうち、水の分子式の方と、ホーキーズをかけて、ホーキスと名乗っている水泳を除くすべてのチームで、バージニアテックホーキーズ、バージニアテックホーキスというチーム名が使用されている。ホーキーズというチーム名は、1896年に作られたオールドホーキー、オールドホーキエーという応援の掛け声に由来する。 コーキーズというチーム名が使われるようになる前には、ファイティング・ゴブラーズ、ファイティング・ゴベラースというチーム名が使われていた。これは、バージニア高科大学はかつては、軍人の育成を目的とする大学であり、その士官候補生団には、食料を不足の時代にも十分な食事が与えられた、ことから、ムサボリ人々、ゴベラースという名が付けられたものだと言われる。 ホーキーズのチームカラーはシカゴマルーンとバーントオレンジで1896年に当時他のどのチームも使っていない組み合わせであるという理由で選ばれた。チームのマスコットはホーキーバード、ホキーエバードという七面鳥に似た生き物である。これはかつてのチーム名であるファイティングゴブラーズ、ファイチンゲガーベラースのゴブラー、ゴベラーに オスの七面取りという意味があることに由来する。ホーキーバードという名前は、チーム名がホーキーズに変わった後の1980年代半ばから使われるようになったものである。ホーキーズは2003年からアトランティックコーストカンファレンス、区に属している。2003年に、国移るまでは様々なカンファレンスを点々としており、例えば1995年から2000年までは、 アトランティック10カンファレンス、フットボール及びレスリングを除く。フットボールは1991年以降ビッグ、イーストカンファレンスに所属。2000年から2003年まではビッグイーストカンファレンス、レスリングを除く。に所属していた。バージニア工科大学のアメリカンフットボールのチームはカレッジフットボールの競合として知られ、1993年以来連続して、 ボールゲームに進出している。特に1999年シーズンには11勝、0敗でシーズンを終え、全米チャンピオンをかけて、シュガーボールに出場したが敗れ、ランキング2位に終わっている。2004年に移籍した区は、フットボールの競合チームが多く属するカンファレンスであり、ホーキーズの移籍は、地元のロアノークタイムズ氏の記者に、私が生きているうちに、 バージニアテック学区で優勝することはないだろう。と評された。しかし、バージニアテックのフットボールチームは、移籍したその年に優勝を果たし、記者のもとには、葬式はいつかと問い合わせる電話が殺到した。ホーキーズは、その後、2007年、2008年にもカンファレンスのチャンピオンとなっている。同じバージニア州の州立大学である、バージニア大学とは長きにわたる、 ライバル関係にあり、両校の間では、毎年コモンウェルスカップ、コモンウェルスカップが争われる。また隣接するウェストバージニア州のウェストバージニア大学との間では、1997年から2005年の間、ブラックダイヤモンドトロフィーが争われたが、ホーキーズ学区に席して両校が異なるカンファレンスに属することになったこともあり、2006年以降は開催されていない。 ではパーマネントライバルという制度があり、バージニア工科大学のパーマネントライバルはボストンカレッジとされている。ホーキーズのホームスタジアムは66,233人を収容するレーンスタジアムである。バージニア工科大学では海外からの留学生の受け入れ及び、海外への留学生の派遣を積極的に行っている。日本の大学については北海工業大学。 横浜国立大学、九州大学、関西外国語大学との間で学術交流協定を結んでおり、学生の交換などを行っている。US ニュースワールドレポート S の2016ベストコーリッチスでは、バージニア工科大は全米で70位、タイで全米の公立大学では26位にランキングされている名門校である。バージニア工科大学は、 バージニア州内にある30位以上にランクされている公立大学のうちの一つでバージニア大学3位ウィリアムマリー大学6位とともに高く評価されいる。またバージニア州は全米でトップ30位内の公立大学が参考以上あるに州のうちの一つもう一つはカリフォルニア州で教育水準が高いことで有名である。工学部の評価は 特に高く、私立大学を含む全米ランキングで15位、テキサス A&M 大学と対にランクされている。それぞれの学科でもトップ20以上の高い評価を、US ニュースワールドレポート S のランキングで受けている。2007年4月16日朝、同大学の学生寮及び講義旨で、グリーンカード、永住権を持つ、同大学4年生の韓国人学生、著寸日、 23歳が銃を乱射32名、教員5名、学生27名を殺害し自殺した。この乱射事件は発生当時アメリカ史上最多の最悪の事件であった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。